9月29日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめようの時間です。今日もお相手は、戸塚に住んで間もなく30年になります、相浦弥生です。年をとっても安心して住めるまちづくりを目指して、介護・医療の問題を中心に据えてお届けする番組です。さあ、9月も残り少なくなってまいりましたね。9月29日、夏バテの方、秋バテの方、いらっしゃいませんか？お元気でいらっしゃいますか？今日も4曲9月を惜しむようにね、お届けしていこうと考えております。皆様からいただきましたリクエストもお届けしていきます。さあ、先日東戸塚歩き目ですというイベントが行われました。東戸塚を歩こう、駅生誕35周年歴史イベントというタイトルがついています。歩き目ですは、歩き、そして愛するの愛、変換するときにはパソコンで歩きめでると書いて、最後を巣に帰れば良いわけなんですが、歩いて、そしてこの地域を愛して、歴史を探って、というそんなイベントでした。9月22日信濃中央公園をスタートに行われました。ここにご参加なさった皆様、1万歩以上歩いた皆様、また2万歩以上歩いて豪華景品をゲットした皆様も、ぜひともですね、メッセージお寄せくださいね。東戸塚の駅35周年イベントということで、実は私は間もなく30年ということですが、さらにさらに遡り、駅ができました次の年にお店をオープンしました、じゅんフォトさん。このじゅんフォトさんが23日の水曜日で34年の歴史を閉じられると、その最後の日にお邪魔させていただきました。義理のお母さんのお姉さんである新潟に住むおばさんの写真を、母はどうしても亡くなったそのお姉さんのために、みんなで写っている集合写真の中からおばさんだけを一枚大きく引き伸ばしたいという思いがありました。じゅんフォトさんに行って叶えていただきました。素晴らしい加工のその技術、そしてその心であります。写真に語りかけるように、その時代を探るように加工なさるとお話ししてくださいました。駅生誕35周年、そしてじゅんフォトさんは写真展として34年の歴史を閉じられるということ、あーっとね、この放送を聞いていて、東戸塚ずっとお住まいの皆様にとっては、そうだったのか、知らなかったという方もいらっしゃるかもしれません。今月30日までは、明日までは片付け作業を行っていますとご主人様がお話しくださいました。懐かしい写真もたくさん掲示されていました。涙が出てくるほどでした。子供たちと小さい頃何度も何度も通った、消防自動車を見に通った東戸塚の西口のあの消防署が、あんな昔からあったんだな、周りは何もなかった、その写真も見せていただきました。東戸塚歩き目です。さまざまな場所を歩かれて、
歴史を探った方たくさんいらっしゃるかと思います。まあ、それと同じように戸塚カルタ、皆さんご存知でしょうか。戸塚カルタ制作実行委員会の皆様が戸塚中をくまなく歩きながら、そしてこれは公募ということで、そのカルタの句をまた絵を市民の方たちから、区民の方たちから募ってできました戸塚カルタ。戸塚区のさまざまな歴史をこのカルタを紐解きながら、カルタで遊びながら勉強することができるものです。久しぶりに戸塚カルタ手元に持ってまいりました。これからはハグザライフ命を抱きしめよう戸塚カルタも紐解きながらお届けしていこうと思っています。その中の一句、9月に実は関わりのある句を今日は探してきました。歴史あり昔は戸塚に競馬場、歴史あり昔は戸塚に競馬場、田中直行さんがこの句を作られ、そして絵は躍動感あふれるこの馬の絵、競馬の絵、清水由里子さんの絵であります。毎年9月または10月にこの戸塚に昔が競馬場があったということを記念して、川崎競馬場で戸塚記念が行われているんだそうです。今年は9月の8日、戸塚記念川崎競馬場で 2.1キロ、2100メートルを走るこの戸塚記念が行われました。戸塚というこの名前を未だに思い出すべく、戸塚記念という名前を冠につけてくださっているんだなと嬉しくなりました。戸塚には競馬場があったことあまり知られていません。昭和8年に、これはこの戸塚カルタの句の裏に書かれてあります解説です。昭和8年1933年に現在の日立製作所のある吉田町の水田を埋め立て作られた一周1600メートルのコースの中には田んぼが残っていました。開催は春秋2回各4日間で1日に12レース開催されました。昭和17年、1942年に組沢へ移転し、戸塚高校のところなんですけれどもね、その後廃止されましたという今日は戸塚カルタの一句、歴史あり昔は戸塚に競馬場をお届けしました。どうぞこの放送を聞いていらっしゃって、知ってるよという方のその情報、その時の思い出をぜひともメッセージお寄せくださいね。お待ちしています。それでは今日もハグザライフ命を抱きしめようお届けしていきます。今日の最後の生き生きヒントは、夏バテ秋バテ予防のヒントをお届けしていきます。ポイントは爪のマッサージ、ぜひ最後までお付き合いください。この番組を支えてくださる4社の皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探しハウスポート湘南、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、地域に密着した医療福祉を心がけ訪問歯科診療を提案する石川歯科医院、以上4社の提供でお送りします。9月29日ハグザライフ命を抱きしめようスタートです。それでは今日の1曲目、ラジオネームよいジャイアンさんからのリクエスト、ファックスでいただきましたメッセージは後ほどのお便りコーナーでお届けします。涙が出るほど嬉しいお便り、イラスト付きです。
それではヨイジャイアンさんのリクエスト曲、野に咲く花のように。戸塚カルタにも花の句もあるんですよ。そして先日のイベント、19日の土曜日に行われました東戸塚でのイベント、この時に連続エッセイを書いてくださったるんちゃんこと諸星留美子さんがおはり教室のブースマルシェを出されました。その時のるんちゃんのワンピースとお揃いのバッグは彼岸花まんじゅしゃげ、もちろんもちろん手作りであります。とっても素敵でみんな見とれていました。さあそれではこのお花を思いながら、そうそう、ラジオネームタージさんもね、まんじゅしゃげ彼岸花写真を撮ってきましたよってね、お聞かせいただいています。野に咲く花のように、ダカーポです。ラジオネームよいジャイアンさんのリクエスト、野に咲く花のように、ダカーポお届けしました。9月29日白座ライフ命を抱きしめようです。それでは9月の最後の第5週となりました。今日のメインコーナー、9月は在宅医療のことをお届けしてきました。今日も若杉先生と大久保先生の対談、途中から私も入らせていただいて、私の共感するうなずく声がところどころで聞こえてくるかと思います。今日のテーマは身近な人を治す、在宅医療は医療の基本、お届けしていきます。若杉先生はお父さんは、はい、うちはあの医者ではなくて普通の、はい、サラリーマンです。僕はあの、家でね、はい、往診についてくってことはあったんですよ。あ、うん、はい、でその田舎なんで本当往診ですよね、在宅っていうんじゃない、なんか調子悪ければ行くってことあって、でそうやって行った先でこう、なんで連れてったんでしょうね、うん、それもよく分かんないんですけども、はい、親父にしてみればもしかしたらその仕事を見せたいっていうのもあったのかもしれないんですけども、はい、行って先生が何年生ぐらいの時のことですか、それいつ、小学校の低学年ですよね。でその時にその見に行って庭でこうやって遊んでるわけだよね、あの田舎ですから鶏とか飼ってその辺にこうやってかまって遊んだりしてると、はい、お坊ちゃんお坊ちゃんって言ってなんかこう冷たいもの持ってきてくれたりするわけですよ。はい、そうするとまあいやもらったのが嬉しかったってそのあうちの父はここに来てすごい感謝されてるんだっていうことをすごい実感できて、でそれがやっぱりいい教育になったんでしょうね。だからやっぱり基本的にそういうことでその身近な人を治していくっていうのがやっぱり医療の基本だっていう意識があるんですよ。だから在宅ってまあ僕のところは看板として掲げてはいないんですけども、もう本当に基本的な医療だと思ってます。戸塚区医師会における在宅医療拠点事業のことについてもお伺いしました。先生の戸塚区 の, その在宅医療をなさっていらっしゃる方たちがどのぐらいいらっしゃるのか、さらにその横のつながりを今現在はどうであるか、さらにこれから医師会としてその辺の連携をどのようにしていこうかっていうのはお話、この間の資料と合わせて先生作りましたので、はい、ぜひ拠点事業としてね、どういうふうに進めるかということを書いておきましたんで、参考にしてもらえる対策に、この間医師会でねアンケートを取ったんです。でそのやっぱり医師会の先生の全員がその在宅医療をやってるというわけにはいかないね。やっぱり高齢の方でずっとできるもんではないので、だけどまあ、3割ぐらいが在宅をやってるクリニック、会員としては241名がいて100名ぐらいの方から回答があったんですけど、その中の3割ぐらい、アンケートに答えられてない方は実際には
やってらっしゃらない方多いと思うんで、うん、全体的なことを言えば1割5分ぐらいということになるのかもしれませんけども、まあこのぐらいの方がやってて、で興味はあるんだけどもあまりやってないんですっていう方が今度また3割ぐらいで、残りの3割はもうあんまり自分は関係ないと思ってるんですね。だから医師会が目指すことってのは、その興味あるんだけどもあんまりやり方もわからないしっていう方をできる限り参加できるような形に持っていくということであって、あと興味がなくてそんなの在宅なんて必要あるのかしらって思ってるような方に、いや在宅っていうのはすごく重要な選択肢であって、皆さん利用できる人もいると思うから利用してくださいっていうメッセージをね、正しく伝えられるようになるのが目標になるのかなというふうに考えてるんですね。で実際にはその5人ぐらいの診療しかしてない先生がほとんどなんですよ。あ、うん、先生のところなんてのはもうかなりたくさんやってらっしゃるわけで、はい、それはもう本当に少なくて、ほとんどは5人以下で、今回の医療連携拠点っていうのは、うん、すごい20人以上やってる先生をまとめようっていう話ではなくて、はい、あくまで3人ぐらいしかやらないので、あまりノウハウがうまくわからないという先生同士でやりくりするための方法を作りましょうということが目標なんですね。これは他の区ではもう、うん、横浜市の中でも全区でというか、まあ、全国的にそれは進めようということになってまして、まあ、そのことのその根幹にはやはり若杉先生がお話しくださったように、在宅っていうのが通常のかかりつけ医家庭医の延長にある医療であるという意識を皆さんがしっかり持ってもらうということ、うん、これがもう根本的な目標だと思うんですね。そうすることで家庭医としてのその役割をしっかり果たせるような医者が育ってくれることを期待しているという、うん、ことだと思います、うん、それが一番いいのかな、うん、そんなにたくさんの患者さんを在宅しなくてもいいから、各ドクターが一人や二人でも診療所の近いところでお持ちになることで、うん、もう十分だと思うんですけどね、うん、やっぱりある意味その専門性がすごく進んでしまったんで、そのやっぱりクリニックみたいな小さなところでも専門性をなかなか打ち出さないと、うん、うまく成り立たないところがあるんですよね。先生何ができるのかしらっていうことも、そうですね、うん、信頼してもらえないところありますし、だけどもまあその中でもこういう全体的に見るっていう見方がすごく重要だし、患者さんからしてもすごく有用だということを、まあ、医者も患者さんもお互いにこう理解していかないといけないんですね。実際そういう家庭医がいることでその地域のその病気の率とかは減るというふうに言われてますので、取り組んでいきたいと思います。うまくそういうのが稼働すれば、病院もそんなに外来が混まなくなると思いますし、そうですね、病院に行ってる人たちのかなりの人たちは在宅でマネジメントできる可能性があるから、そうですね、であといい病診連携さえ取っておけば一番いいかなと思います、いきなりこう専門的な検査をしてもね、分かることってすごく少ないですよね。今回 の, その、ね、医療拠点事業に関しては啓蒙っていうのも一つ入ってくるんですよ、はい、一般の人々にこういう感じの医療がいいです、こういう利用の仕方も考えてみたらいかがですかっていうことを啓蒙できるような資料をぜひ置かせていただいて、お話が伝えられればうまくいくんじゃないかなと。いろんなその患者さんの在宅も含めてやってると、なんていうんですか、その方の人生に直接触れるようなことも多いし、うんうん、その方の最後にこう立ち会えたりするときに、なんか自分の人生自身もすごく豊かにしていただいたような感じがあって、あ、僕は在宅をやっててよかったなって今でも思うこと多いですね、うんうん、だからそういう新たに始める人が何かの始める先生が何かのきっかけで、ああやってよかったなって思っていただくようなことがきっと起きると思うんですよ。なんかすごい感動のようなものが、やっ
ぱり外来でやってるよりはすごく深くね、はい、生活に入り込めるから、そうですね、これからあと10年20年経った時に、まあ、本当にあの高齢化社会になった時に、もう今本当にこういうシステムをうまく作っていかないと、だんだん大変なことになっちゃうかもしれないです。もうすでに大変になってきてるんで、本当にこの辺はしっかりシステムを間に合わせていかないと、あのパンクしちゃうんですね。今まで10年間在宅診療をやってて、まあ、すごく良かったなと思うのは、患者さんと最後まで接するようなことが多いと、自分の人生もかえって豊かになっていくような感じがします。だからこれからどんどん年取ると、活動するときにしんどいなと思うことが多いと思うんですが、まあ、なるべく在宅診療はやめないで、これからも続けて、細々とでも続けていけたらいいなとは思ってます。まあ、ぜひ先生、はい、自分の体の管理にも気をつけられて、はい、もう本当に医者はそれが一番おろそかになりやすいので、あの一緒に手を取り合いながら頑張っていければと思ってますので、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。5回にわたってお届けしました在宅医療のこと、どうぞ皆様の感想をお寄せくださいね。お待ちしております。さあ、若杉先生、大久保先生、本当にありがとうございました。そして若杉先生のリクエスト曲、小柳ゆきのいただきました。1曲は第1週目にお届けしましたが、この最終回にもう1曲いただきました。浜田省吾の路地裏の少年、お届けしようと思っていたんですが、どうしても見つからずに探し続けていますので、もう少しお待ちください。さあ、そして今日のこの後の1曲、9月は連休、シルバーウィークがありましたね。ゆっくりと過ごされましたか？敬老の日も挟まれていましたのでね、お孫さんたち、お子さんたちが遊びに来て楽しく賑やかだった日々だったかもしれませんね。10月もまた連休がありますね。11月もありますよ。ということで、ラジオネーム浜野バタヤンのリクエスト曲、コニー・フランシス、バケーションを今日はお届けします。若杉先生、待っててください。浜野バタヤンのリクエスト、バケーション、ウに点々ですね、バケーション、コニー・フランシス、お届けしました。1962年の楽曲であります。日本でもたくさんの方がカバーしていますよね。青山美智、伊藤ゆかり、金井勝子、広田美恵子、安村雅子とカバーが続出した歌でもあります。ウニ点々のバケーションでしたが、ここからお届けする連続エッセイはフニ点々のブから始まります。今日は面白いタイトルなんですよ。そして月の後半はお母さん業界新聞メール版から、今日は MGA 記者、マザージャーナリスト記者、萩尾桂さんです。萩尾さんも何度も何度もね、ご登場いただいております。子育てと、そしてこの介護が実はとても共通の部分があるという、まあ、その視点でお母さん業界新聞子育て真っ最中のマザージャーナリストの記者の皆様が書かれたそのエッセイを紐解いています。桂さんにもお会いしたいです。さあ、そしてタイトル、ブッピーブッピーです。一体何なんだろうと思われるかもしれませんね。お母さん業界新聞、この番組を応援してくださっているハウスポート湘南さんが取次所でもありますので、この紙面を
どうぞ受け取りに行ってください。10万部の発行部数を誇っていますお母さん業界新聞月刊であります。さあ、私も、まあ、このエッセイをこの後ご紹介していきますが、そうだな、娘が小さい頃にスタバッキーって言ってたなと思い出したりしました。スパゲッティとどうしても言えずにね、スタバッキー、トゥマティジャコボさんっていう謎の言葉をあの子はずっと言っていましたね。一体それが何の意味があったのか、どういう意味なのか、少し大きくなって聞いてもあの子も覚えていなかったんですね。こんな風にしながら、もしかしたら人生の終盤、私もそろそろこうカタカナの新しい言葉を覚えるのが難しくなってきました。アーティストなどのややこしいカタカナ、初めて聞いたあの文字の並び、こう覚えていることが難しくなりましたが、子供たちに聞こえるあのカタカナ、そしてそれが年を取った時また難しく感じるのかもしれません。どうぞそのようなことも思いながら今日のエッセイ聞いてください。ブッピーブッピー、救急車が通ってサインが聞こえると、サイレンが聞こえると息子が嬉しそうに言っていた言葉、ブッピーブッピー、最近ではピーポーピーポーというようになっちゃった、大人が使っている言葉を使うようになっちゃった、ピーポーピーポーという息子の声を聞きながら少し寂しくてそんなことを思っていた。今日たまたま救急車が通り過ぎた時に、そのサイレンが私の耳にはブッピーブッピーと聞こえた。息子が少し前まで言っていた音だった。息子が自分の耳で聞いて自分の口で表現していたブッピーブッピーという音、誰に教えられたものでもない彼の言葉だった。今じゃピーポーピーポーになったから、息子もきっと覚えてないだろうな。ブッピー、私は忘れないでいたいなとふと思った。 MJ 記者萩尾勝良、今日の連続エッセイのコーナーでした。どうぞ皆様の思い出のカタカナも、そしてこの連続エッセイの感想もお寄せいただけると嬉しいです。それではここからは戸塚区医師会メディカルセンターインフォメーションです。平成27年5月より戸塚区医師会メディカルセンター会長に就任しました今野勤です。私で第13代となります。私たちは戸塚区の皆様の保健、医療、福祉に寄与するため日夜活動しております。センターの所在地は現在原宿の大正地区センターの隣ですが、施設の老朽化、耐震性の問題等によりまして、戸塚区中央の戸塚消防署近くへ移転をし、戸塚区区民のための休日休館診療所としての機能を充実させていきたいと存じます。現在平成28年4月オープンへ向けて計画中です。復習事業として平成11年6月に医療法人戸塚医会訪問看護ステーションを開設し、看護師による訪問看護、ケアマネージャーによる居宅支援事業、理学療法士や産業療法士による訪問リハビリテーション等を行っています。さらに今後は在宅医療連携拠点を開設し、在宅医療介護に力を入れていく方針です。横浜市より広域災害時の医療救護拠点に当センターをすると位置づけされました。戸塚区災害医療連絡会に参加し、行政、歯科医師会、薬剤師会、他職種の皆様と協力し、災害に対処すべく対策を練っております。
病診連携、つまり病院と診療所の連携についての会議を開催し、顔の見える連携に努め、病院と診療所、診療所と診療所、病院と病院、さらに行政との連携も重視しています。さあ、皆様からたくさんのリクエストをいただくんですが、今回見つけてきました難度 B でありましたが、ラジオネームやだは男さんからいただきました。先週お届けできずに小林明の他の曲をお届けしました。見つけてきました、昔の名前で出ています。作詞星野哲郎、作曲は神奈川県出身の加納源大、小林明歌、昔の名前で出ています。ラジオネームやだは男さんからいただきました。小林明、昔の名前で出ています。これをよくカラオケで歌われるんだそうですね。さあ、昔の名前でもなくても、今の名前じゃなくてもラジオネームでも OK でありますということで、ここで予告をいたしますね。ハグザライフ命を抱きしめようのジングル収録。ジングルというのはミニコマーシャル、この番組の中だけで使います。ミニコマーシャル、あなたの声でぜひともスタジオに来て録音してみてください。番組へのエール、そして番組の感想、自分の宣言の私メッセージなど、どうぞお待ちしています。10月21日の水曜日に行います。1時から3時まで、10月21日水曜日1時から3時まで、東戸塚駅西口すぐの FM 戸塚モレラ東戸塚スタジオの1スタ、ここで収録しますので、ぜひとも皆様来てくださいね。そしてあなたの声で好きな CD をお持ちいただきました、それを後でね編集して BGM に流しながらミニコマーシャル作って、それを番組の中でお届けすることで、私もさらに皆様とあなたと身近になる、そんな感じがします。私の背中を押してくださる、そんなミニコマーシャル、ぜひともお願いいたします。それではお便りコーナー、今日は6人の皆様からいただきました、ありがとうございます。まずはよいジャイアンさんから、今日の1曲目、野に咲く花のようにダカーポをリクエストしてくださいました。よいジャイアンさん、 FM 戸塚ハグザライフかっこ弥生さんを抱きしめようと書いてあります。ありがとうございます。嬉しいな、ハグ、いつでもしにスタジオに来てください。ジングル、ぜひともよいジャイアンさん収録しに遊びに来てくださいね。久しぶりにファックス出します。弥生さんの大きな灯台の光に集まるようにファックス出します。これからも出してもいいですか。はい、待っています。小さな光かもしれません。大きな光って書いてくれて嬉しいですが、どうぞどうぞ、毎週必ずお届けするこの灯台の光です。よろしくお願いします。よいジャイアンさん、イラストも描いてくれてありがとう。灯台のイラストです。さあ、そして次は、今度は佐藤社長からいただいています。番組を応援してくださるハウスポート湘南佐藤社長から、弥生さん、いつもありがとうございます。ラグビー南アフリカ戦の日本の勝利、リアルタイムでの観戦はできませんでしたが、すごいことでしたね。僕も高校時代にラグビー部に入っていて、僕らの時代には新日鉄釜石が松尾という名スタンドを中心に全日本7連覇を達成したのですが、その頃はオールブラックスや南アフリカといえば雲の上の存在で、試合をしても全く歯が立たず、大人と子供の試合でした。そこから考えると、日本ラグビー界はものすごい努力をしてきたのだと、あの試合結果を見て思いました。人間が本気で何かを目指せば不可能はないのかもしれませんね。うわ、本当ですね。
私もですね、佐藤社長、本当にあの試合、日本対南アフリカの試合、もう自分もソファーから前に進んでしまうほどでした。トライの後のたくましいあの皆さんの体のハグ、迫力満点ですね。ハグはやっぱり良いなとまた思いました。ドーッという地響きのような声がエールの代わりのような応援席でありました。本当に良いものを見たな、良いものを聞けたなと、そんな風に私も思いました。さあ、そして今度は秘密のあっこちゃんから。そうそう、秘密のあっこちゃんは19日のイベントルンちゃんのマルシェにも看板娘としてお手伝いしてくださいまして、ありがとうございます。ルンちゃんでしょ、秘密のあっこちゃんでしょ、それからポラリスみちこちゃんでしょ、それからももちゃんでしょ、と皆さんがねお手伝いしてくださいました。他にもその後もお手伝いに来てくださった方がいたのかもしれませんね。皆様ありがとうございました。さあ、その秘密のあっこちゃんから、弥生さん、3週続けての歌姫の渋いボーカルいいですね、聞けてよかったわといただきました。1930年生まれのボーカル、女性のボーカル、歌姫の歌をお届けしたわけなんですけれどもね。ところで弥生さん、今鎌倉は萩を中心に花盛りなんですが、なんとよく見ると紫陽花が咲いています。今咲く玉紫陽花というそうです。びっくり。シルバーウィークの中2日間、13仏を参拝して、その中の一つ覚音寺のご住職に教えていただきました。弥生さんも行ってみてね、と秘密のあっこちゃんからでした。写真も一緒にありがとうございます。あ、このちっちゃいあの紫陽花が玉紫陽花って言うんですね。なるほど。さあ、そして今度はその歌姫のことであります。ラジオネームくまさんから、弥生さんこんばんは。今日のハグザライフ、命を抱きしめよう、オマーラポルト運動のベインテアニョス、嬉しかったです。彼女のアルバムの中で私が一番好きな曲です、とこの CD を届けてくださったくまさんからです。そうですか、くまさんのこの曲大好きなの、私もいろいろ悩みながらかけてよかったなと思いました。アルキメデス東戸塚に向かう途中で朝の放送を拝聴しました。9時の放送を聞いてくださったんですね、ありがとうございます。アルキメデス東戸塚面白かったです。今まであの辺りを歩くことはありませんでした。今回のウォーキングで旧東海道のことも分かり良かったです。本当に良いお天気で気持ちの良いウォーキングができました、といただきました。アルキメデスは22日に行われました東戸塚のイベントでありました。皆様のこのアルキメデスの感想もねお待ちしていますね。さあ、そして次の5通目は任天堂薬局湯川さんから。先日の認知症カフェ縁側にかかりつけ薬局としてということでお話しくださいました湯川さんから。11月に任天堂薬局25周年目を迎えます、ということでおめでとうございます。そうでしたか、まあ、そしてその感謝の会の司会を相浦さんに頼みたいと思いますというメッセージをいただきまして、もう本当に感動であります。精一杯務めさせていただきますね湯川さん、ありがとうございます。そしておめでとうございます。さあ、最後は亀まりさんから6通目のお手紙です。無事認知症キャラバンメイトになれました。これからもっとお役に立てる亀まりになりたいと思います、といただいています。亀まりさん、おめでとうございます。歌うキャラバンメイト、きっとそれが実現しそうですね。そして亀まりさんからさらに続いています。弥生さん、いつも学びと気づきをありがとうございます。こちらこそありがとうございます。原田さん、番組最後の生き生きヒント、癒しと勇気をありがとうございます。布谷さん、ブログのメッセージ、お若いのに意志のあるしっかりとした言葉に親御さん世代の亀まり、とても癒されています。同じ思いでつながれた奇跡、とメッセージを締めくくってくださいました。亀丸さん、ありがとうございました。今日のお便りコーナーでした。さあ、今日もお便りをいただきました亀丸さんからのリクエスト曲、
西野カナ、オールウェイズ。最近娘とカラオケに行った時に歌詞と共に聴いて感動した曲です。この曲が18番な我が娘を誇りに思います。若い世代の歌にもあったかい楽曲がたくさんあります。昭和の大先輩にも聴いていただきたい曲の一つですといただきました。今日の行き来ヒントは原田直美さんのヒントではなく、あゆら弥生から。母が住んでいます有料老人ホームの機関誌、その中に載っていたこのエッセイ、夏バテ秋バテのことです。夏で疲れた体を癒すためには豚肉や大豆製品などを食べると効果的、まあ、今日は9月29日肉の日ですからね。そうですか、豚肉と大豆製品。その他にも夏に乱れてしまった自律神経を整えるには爪を揉むと良いと言われている。やり方は爪の生え際をもう片方の指で挟み揉むだけ。薬指以外の4本の指は副交感神経を刺激することができるから10秒ずつ揉んで。小指は不眠にも効果があるんだそうです。ということで、続きはまた来週。この爪を揉むこと、交感神経、副交感神経のこともまた詳しくお届けしていきますからね。とりあえず爪の生え際を揉んでいくこと、これがとっても良いそうです。今日の生き生きヒントのコーナーでした。9月最後の火曜日、ハグザライフ命を抱きしめよう、お別れの時間がやってきました。この番組を支えてくださる4社の皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画。地域に密着した医療福祉を心がけ、訪問歯科診療を提案する石川歯科医院。以上4社の提供で今日もお送りしました。それではまた皆様お元気で、10月番組改編後、愛浦弥生続投でお届けしていきます。ハグザライフ命を抱きしめよう、10月からもどうぞよろしくお願いいたします。それではさようなら。